マックス・セットレイジはベトナム出身、アメリカ合衆国の男性元フィギュアスケート選手。パートナーはマデリーン・アーロンなど。ベトナムから養子に取られ、アリゾナ州のフラッグスタッフで育った。10歳の時にスケートを始め、13歳でペアを始める。2010年5月にマデリーン・アーロンとペアを結成。2013から2014シーズンに、 全米選手権のジュニアクラスで優勝。世界ジュニア選手権では5位入賞。2016年8月10日、アーロンとのペア解消を発表した。2017年2月に、ウィンター・ディアードルフとのペアを結成した。2019年2月14日、競技からの引退を発表した。通常とは逆回転の右回りの選手である。アイスパートナーサーチ・マックス・セラッジ。 ハット AB マックスセラッジ、インタビュートランスクリップと、ハットザインサイドエッジ、アーロン、セラッジアナウンススプリット、マックスセットレージのインスタグラム2月14日の投稿より、ハットアーロンセラッジファインドゼアリズム、ハットアーロンセラッジ、メイクザジャンプツーシニアズ、ありがとうございます。